皆様ごき嫌いかがですか飯島真理まです。えー、さて愛車、レッディのこと、皆さんにもいろいろ心配をかけましたので、ご報告しなくてはならないと思っております。えー、レッディをディーラーに持っていったのは2月の半ば入ったあたりですね。えー、なので2か月とまでは言わないまでも、それに近い日々をディーラーに 置いたままま過ごししておりました、えー、最初はあの部品が届くのにパーツが届くのに1週間かかるということでその言葉を信じて、えー、待っていたんですけどもパーツが来るのに本当一1か月ぐらいかかったんですね。えー、そのの都度、えー、担当の者には 約束をされては破られというのが続きました。えー、そして約束を破られるたびに、いや僕はそんなこと言ってない。先週どうのこうのなんて言ってない、それは今週の話ですとか、僕は再来週の話をしていましたとか、そのように私の記憶が間違っているというふうに、えー、圧力をかけられてきました。 しかし私は皆さんもご存知のようにきちっとメモを取っていますし皆さんにもお話ししていますので証拠はあるのです最後の最後に、えー、私にガスライトするのはやめてくださいガスライティングをしてますとしかしですね本当に本当に驚いてしまったことは実は今週月曜日はロサンゼルスは大雨でした 一昨日ですねそれで私は愛車レッディがどういうところに置かれているのか本当に作業されているのかもわからないままでしたのでもちろん車をディーラーに運んでいった2月最初は持っていかなかったんですがその後雨が降った時に心配になり私は車のカバーを持参いたしました。誰もカバーをあの受け取って かけてくれるわけではなく私が自分の車に歩むより自分でカバーをかけて帰ってまいりましたですのでその時はカバーはかかっていたんですけれどもどういう状況下で修理をされているのかがわからなかったもので大雨の月曜日に私は電話をいたしました担当の者に電話をしても留守電でしたのでもう一人のサービスの女性に受付の女性に 私の心配を伝えました。そしたら「まあああなたね知ってるカバー持ってきたのも見てる私の車がまだそこにあることに驚かないのかしらと」と私は一瞬思いましたが私の車がどういう状況でいるかも彼女は分かりませんでしたので「調べてください」と言いましたら実際修理は行われているということで修理は屋根の下で行われているので雨には濡れていないでしょうということでした。 その後、私の担当のという人から電話がかかってきて、すごいのらりくらりと感じの悪い人です。修理をしてるから屋根の下にありますよと。実は今日中に修理が終わるかもしれませんよと、またそういうことを言うので、先週話した時は、もうね、私に嘘をつかないでくださいと、お蕎麦屋さんが今出たところですと出前に関して語るのと同じような嘘ばっかりついていますので。 もうねあなたねあの来週出来上がるんだったら金曜までに出来上がるかもしれないぐらいに私に言っといた方がいいよって言ったんですそれなのに月曜日の終わりには出来上がるかもしれないとまた言うので本気にしませんでしたでもレッディが屋根の下にいるということは私は安心いたしましたなぜかというと長いお話になってしまうので短くしますが私のレッディは「 20年ものなのでいろいろと不都合があります。それは20年経たなくてもそういう被害に遭っているフォルクスワーゲンのカーの持ち主は他にもたくさんいるんですけどスタンルーフのところから水が漏れていきそれがきっかけで車がちこち故障しました、えー。そうです。晩年に入ってからですね。なので サンルーフはまだ直していませんので、乗っていない時はカバーをかけていなければならないし、雨の日には乗れないという、そういう置き手で私は車を使っています。とにかくですね、月曜日に、そうやってお雨の日にお話しした時にそう言います、ね、で、月曜日の夕方に電話がまたかかってきまして、車が出来上がったと。 いうわけです私はびっくりしました。僕は明日会社に行かないのでね他の人が生産しますというので信用できない人ですのであなたがいくら最終的に私に請求するかありましたよねそのパーツを25%オフに私についたいろいろな嘘や私が他の ところに車を持っていくと言いましたら値段を下げるからどうかここで直してくれと彼は懇願しましたね。その時に出した値段っていうのがあるんです。彼が。なのでまた変なこと言われると困ると思ってその請求額のね、照らし合わせをして電話を切りたいと言いました。そしたらですね、皆さん驚くと思うんですが案の定 一番最初に出してきたものすごい高い見積もりを私に請求しようとしていました。本当にびっくりしちゃいました。いや、それ話が違うでしょあなた思えてないの覚えていないの私たちの話し合いの中で、あなたがパーツを25%オフにして、最終的にこれだけ値段を下げるので、ここで直してくれという話し合いになったでしょって。E メールもちゃんと保管してありますよと言いました。 すると、いやいや、そんなこと言ってないし、E メールも送ってないと。言い張るんです。もう、気がおかしくなりそうでした。心臓が潰れそうでした。じゃあ、あなたが書いた E メールをあなたに転送するから。転送しました。すると、全然 E メール届かないよと。なんとかなんとか LA 課外にメールしたのか。言うんです。 でも私は彼からの E メールを全然別な E メールアドレスで受け取っていたんですそこに転送したんですいやいやあなた全然違う E メールアドレスを使ってたでしょそこに転送したんですけど本当に本当にこの人はそこで仕事をしていちゃいけない人ぐらいデタらめの人だということが分かりましたでようやく転送したメールが彼に届いたんですけどラッキーなことにっていうかもちろんですあ、そう あそうでしたかははい、はいじゃあこの値段にアジャストしてきますねって電話を切られましたびっくりしました命がいつもいくつあっても足りないなって思いましたそして昨日車を取りに行く前にもう一度いないの分かってたんですけどもう一度受付に電話して何回か話したことがある女性にまた車を取りに行って 値段が全然違うこと言われて私がそこでハッともうほんと心臓が痛くなるような思いしたくないので照らし合わせもう一度してくださいと言いましたすると合計で3 8 0 0ドルと言われました多分点検の点検量がそこに含まれているイバリュエーションのお金が含まれているからああ3 8 0 0ドルになったんだなと思って

This place is so okay. これは人種差別でもあると思いましたでふっと見たらのデスクの隣に今まで見たことがなかった若い男性がいたのであなただったら私のことでつ助けてくれると聞きました車取りに来たんですけど生算もしなきゃならないんですが 値段をもう一度照れ足合わせてくださいなぜかというとあなたの隣の席の人本当にでたらめでしたとそしたらその男性は入ったばかり新加入のメンバーで全然偉そうでもなく普通に接してくれましたこれからはあなたに話しに行くからと言いましたその人のことも100%信じていいか分かりませんよでも 前の担当の、今回の担当の人よりは全然物静かな人でしたので、その彼と生産をして、そしてレンタカーで私が借りていた、無償で貸し出してくれてたという、その車を返しました時に、ディポージット、保証金として取られていた100ドルもち、ちゃんと返してもらえるんでしょうね、と、念をしながら、生産をしました。ここで暮らしていると、念を押しても押しても、 ストックスッにならならいいいことがいっぱいあるんです例えば、レッディが援護した時に、レッカー車で車を運んだんですけど、その時のレッカー車の値段も本当は私が家族で持っていた AAA のクレジットを使ってしたので、無料のはずなのに100ドル取られていました。 返してくださいと言って返しますと言われて2ヶ月経った2月になっても請求が降りてませんでチャージされたままでしたので AAA にクレームを出さなきゃなりませんでした皆さん私が毎週配信の時にはぁっていう感じでいると思うんですけどそれはネット上での誹謗中傷とかそういう痛みもありますがここで生活しているだけで 本当に辛労の連続なのです。日本で生活している皆さんは全てのことが親切でこういうことに慣れていないと思いますので突然ここに住んでみたら毎日が思うようにいかなくて大変な思いをされることでしょう。しかしこんな私でももしかしたらイタリアなどに引っ越したらもっと大変な思いをするのかもしれません。 いや言葉が通じないとかそういうことじゃなくてもっともしかしたら全てにおいて一つ一つのことにものすごく時間がかかる場所もロサンゼルス以上にかかる場所もあるかもしれませんとにかくこんな生活を一人で続けて引っ張っていきながらもっとボロボロにならなかったことに関しては神様に感謝したいと思いますし日々 私のいろいろな話を聞いて心を大きく受け止めてくれる皆さんに心から感謝いたします。レッディーへの応援ありがとうございました。本当に昨日運転して家に帰った時こんなに素敵な運転の心地の車はレッディーだけだって思いました。レンタカーで借りていたトヨタカムリもいいんですけれども。 あまりにも運転具合が軽すぎて、ハンドルもキルキルって動いてしまうし、アクセルもちょっと踏むとワンって行ってしまうし、非常に難しい車でございました。レッディは本当にちょっと私に似ていて、力強く、明るく、非常になんて言うんでしょう、スパンキーな、スパンキーな車です。大好きな、 レディが帰ってきて一緒にまた時間を過ごせること涙が出るくらい嬉しかったですご協力してくださった皆さん本当にありがとうございました Thank you so much for helping me with my beloved car r e レ d y Thank you so much Bye bye 最後に追伸で録音します 1, 1、えー、レンタカーはガソリンを3分の2入れて返さなければなりませんでしたそれが規則なのです、えー、私は車を借りていた2週間の間3回しか運転しませんでしたのでガソリンはほぼ減っていなかったのですが文句を言われたくないので3分の2のところまでガソリンを入れようと 車を取りりににに行く時にガソリンンスタンドにまりましたしかし3分の2でガソリンを止めるというのは本当に至難の技でありました、えー、カチ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 とガソリンを入れていたらきっと上手にできたんだと思うんですそれもやっていたんですけども結局気が付いたら満タンになってしまいました驚いたことに3分の1入れただけで35ドルでございました 私が80年代にアメリカに引っ越してきた時はこちらではガソリンはお水のように安かったです満タンにしても15ドルぐらいでしたそ,そこから計算すると満タンにすると今は80ドル90ドルなんだと思って本当にびっくりしましたちょっとしばらくガソリンを入れていなかったので本当にびっくりしましたえー、そして今回の 車の修理で一番痛かったのは現在の円安ですきちっとスケジュール通りに治っていたらこんなことはなかったと思うんですけどここ23日のうちに円がすごく勢いを失いましたので合計でアメリカのドルで3,900ドルの修理だったんですが手数料カードの手数料も含めて日本円で 49万何千円になってしまいまいもともと高いとは思っていたんですけどまさか50万に届くとは思っていませんでしたので普段の感覚だと3800ドルって言われたら42万円ぐらいかなっていうそういう感覚で生きておりますそれが49万何千円と表示された時気絶しそうでしたこれからまた頑張って働かなければなりません 皆さん、応援よろしくお願いいたします。そして GoFundMe から私に力を貸してくださった親切な皆さん、本当にありがとうございました。Thank you so much if you helped me through GoFundMe for my ready.I cannot appreciate enough for your kind support.I truly, truly appreciate your kindness.Thank you so much. My Reddy finally came back. I'm driving home. I'm so happy to see this car. My car is the best. I'll talk to you soon.